SBI ホールディングスは今日、参加の SBI 新生銀行に対して T.O.B. 株式公開買付を実施し、上場を廃止にする方針を発表しました。買収額はおよそ1,542億円の見込みです。非上場化により機動的な経営改善に取り組み、SBI 新生銀行に残るおよそ3,500億円の公的資金の返済に道筋をつけます。